ヘザーベルフスマはアメリカのスピードスケート選手。旧姓、リチャードソン。三つの種目をハイレベルでこなす実力者である。ノースカロライナ州ハイポイントの出身。9歳でインラインスケートをはじめ、世界大会の優勝も経験する。2007年にオリンピック出場を目指してスピードスケートに転向。その年のうちにワールドカップの代表に選ばれた。 2010年バンクーバーオリンピックには3種目に出場し500メートルで6位に入賞する。2010、11シーズンにワールドカップで初優勝1000メートルで同総合優勝を果たした。2012、13シーズンからはこの種目を総合に連覇している。2013年には世界記録をマークし初の世界チャンピオンにも輝く。 翌年の2014年ソチオリンピックでもメダル獲得が期待されたが2種目での7位入賞に止まった。2014年からオランダに拠点を移し2014、15シーズン終了まで地元のチーム、チームクラフィーズに加わる。2015年の世界距離別選手権では同じアメリカのブリタニー・ボウと共に3種目でメダルを獲得した。 ABCD 国際スケート連盟によるバイオグラフィ公式サイトのバイオグラフィありがとうございます。